県民少年団とは日本全国規模の青少年活動の名称である。1950年、戦後の混乱期に子どもたちに健康な環境を与えて、社会悪から彼らを守るというこの急迫した課題解決のため、当時の神奈川県横浜市体育課が子どもの遊び場設置運動を行った。この子どもの遊び場は地域の有志によって編成された。 子どもの遊び場管理委員会によって運営され、遊び場の利用については、体育指導員の協力によって指導された。各地に県民会が誕生し、その後各地の県民会を組織して誕生したのが県民少年団である。日本各地で活動している県民少年団が加盟する。全国大会を主催。年1回、日本県民少年団連合に加盟する都市団が集まり、 相互の交流や県民少年団活動の進行を目的として開催される発祥当時は日本各地に県民少年団が存在したが現在活動しているのは以下の11都市団である遠隔構成年齢によって以下に分類される組織活動交流県民活動の基本となるもので横浜市県民少年団では4つの交流がある敬営交流が4項目あることから 4本指を伸ばし、親指を曲げた形で敬礼を行う。断腹、断歩を。ありがとうございます。